マルカンドレグレグは、カナダ出身の男性フィギュアスケート選手。2004年ネーベルホルンハイ優勝。2006年4、大陸フィギュアスケート選手権カナダ代表。2004年、2006年に ISU グランプリシリーズ計算大会に出場した。1982年、カナダケベック州、シェルブルック生まれ。姉に習って6歳でスケートを始める。 1999年17歳でカナダフィギュアスケート選手権ノービスクラス11位となり翌シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦するが3シーズン後に国際スケート連盟でのジュニアクラス基準年齢上限を超えてからは国際競技会から遠ざかる2004年のカナダ選手権では過去最高となるシニアクラス11位に入る しかし国際競技会に出場が認められるナショナルチームメンバーにはカナダスケート協会が選ばなかったためグレグは夏季トレーニングキャンプや演技映像を送るなどで盛んにアピールし結果出場を許されたネーベルホルンハイで優勝フィンランディアハイでも3位の成績を収めたこのシーズンには ISU グランプリシリーズ初出場も果たす 翌2005から6年シーズンにはカナダ選手権で6位に入り4大陸フィギュアスケート選手権に出場。翌2006から7年シーズンには ISU グランプリシリーズに大会に出場した。長い競技生活を続けつつ若い選手のコーチも仕事としている。ありがとうございます。